ソフトバンクを戦力構想外となっていた高橋純平投手が1日、今季限りで現役引退することを明らかにした。11月には12球団合同トライアウトに参加していた。取材に対し、高橋純は、プロ野球に戻るために頑張ろうというところに、気持ちが向かわなかった。未練も後悔もあるが、すっきりしている、と語った。県岐阜商工から2016年にドラフト1位で入団。19年には自己最多の45試合に登板し、3勝2敗、17ホールド、防御率 2.65 の成績を残した。ならしゃあない。ここで人生狂ったの悲しいね。純平くらいんだよ。あの素行で球団職員になれるんか。早手に1年行けばいいのに。未練も後悔もあるのに何がスッキリしたんやろか。どこのくせに上から目線で草。2軍の試合でボコられてもニヤニヤしててダメだなと思った。こいつ野球嫌いやろ。県議賞の低迷も相まってとても寂しい。こういう時ドライチは有利やな。取った時はソフバンが戦力取りすぎって言われとったのにな。プロ向きじゃなかったんだろうな。素材無駄になったんで歴代でも上位ちゃうか。なんか見た目はすごい好青年なのに、そこ悪すぎる。高校時代は世代ナンバーワン投手だったのに。典型的なプロ入りがゴールの選手、ソフトバンクじゃなくても活躍しなかったやろな。よくいる高校時代が全盛期だったって選手。もう8年前のドラフトなんやな、もっと最近のイメージだった。ソフバン素材の墓場の歴史にまた一つ。特に大きな怪我してないのに。中日は NPB ではないという風潮。中日が拾わないって相当やな。中日取れよ、好きだろ地元さんのゴミ拾い。斉藤の嫁さん寝取ったとか今知ったわ。そりゃ中日は獲得できんわな。不倫してなかったら中日が拾ってたろうに。不倫相手の旦那が中日に行っとか運もないわ。プロで活躍するにはやっぱ根性というか、絶対活躍したるっていう気持ちが必要やな。